2018年の W ヘランジ共演動画とは、フィギュアスケートの五輪連覇王者、羽生結弦、ANA は7日。27歳の誕生日を迎えた。トリノ五輪金メダリストのエフゲニー・プルシェンコ氏、ロシアの愛息で、サーシャの愛称で知られるアレクサンドル君は、自身のインスタグラムで祝福メッセージを送り、3年前に羽生結弦と共演した際の動画を公開。海外ファンからは、ゆず素敵だわ、なんてハンサムなのと歓喜の声が上がっている。憧れの存在と共演した。当時5歳のサーシャ君は、羽生結弦に背中を押されて、氷上を進む。二人で一緒に滑る姿に、客席からは大歓声。リンクの中央に差し掛かると、足を左右に、への字のように広げる、ランジをお揃いで披露した。羽生結弦の代名詞で、ファンに、ヘランジとも呼ばれる技。滑り終えると二人は、ハグ。観客からは、大喝采が起きた。2018年6月に、神戸で行われた、アイスショー中の1コマ。羽生結弦の振る舞い方などが称賛されてきたシーンだ。サーシャ君は思い出深い動画とともに、ゆず。誕生日おめでとう。健康と成功を祈っているよ。それに、最大の夢が実現することもねと文面に綴って、公開。海外ファンからは、ゆずは最高の青年よね、愛しのゆず。誕生日おめでとう。ゆず素敵だわ、ゆず素晴らしい、才能豊かだね、なんてハンサムなのと、コメントが寄せられている。サーシャ君はかねてから羽生結弦について、僕のヒーローと語るなど、憧れの存在であることを公言してきた。羽生結弦は、今月23日開幕の全日本選手権にエントリー。右足関節靭帯損傷からの復帰を目指している。羽生結弦選手、シニアデビューから現在まで60カットをよりすぐり、ポストカードブック発売へ、フィギュアスケートの羽生結弦選手のポストカード60枚を1冊にまとめた、キス&クライ特別編集羽生結弦ポストカードブック&クワッドハーツ&クワッドカリ、東京ニュース通信社が2022年2月4日に発売されることが分かった。フィギュアスケート専門誌、キス&クライ、同に掲載された写真の他に初公開の写真も採用。各大会での勇ましい姿や、アイスショーでの華麗な姿など、膨大な写真から60枚をよりすぐった。フィギュアスケートの男子シングル選手として、トップを走り続けている、羽生結弦選手の、シニアデビューとなる2010-2011シーズンから、現在までの写真を収録。1枚ずつ剥がして飾ったり、定型外郵便として送ったりもできる。B6 版変形。価格は3000円。全国の書店。ネット書店で予約を受け付けている。